はい、どうも。GoPro なんですけど、今充電しながら、撮影しようかなと思ってたんですけども、これ撮影を開始すると充電がなくなると、なくなるというか充電状態じゃない感じですね。給電マーク、雷マークが電池のところに普段つくんですけども、録画開始を押すと給電マークが消えるということで、給電しながらの撮影っていうのができない仕様なのかなと今思ってるんですけど、どうなんでしょう、減るんかな。まあまあそんなこんなで、いろいろと車載で、動画を撮りながら話すということをやっていこうかなと思ってるんですけども、38% で、撮影開始したんですけども、今 37%、 やはりこの給電しながらの撮影っていうのは仕様的に、ないような感じですね。となると長時間撮影、する際っていうのはどういうふうなことをすればいいのかな。タイムラプスとか写真ベースの長時間撮影っていうことに対してはおそらく給電しながらの撮影できると思うんですけども、動画の撮影に関して、動画を撮影しながら、充電給電、いうのは使用的にできないようですね、これ。もしこれで、給電しながら撮影できたよ、いうような方おられたらコメントでもメッセージでもいいんで、教えてほしいなと思います。じゃあまた、別の動画でお会いしましょう。